はい、皆さん毎度毎度。はい、しばちゃん先生毎度毎度ね。うちはストレートメニューありますが、基本パーマ落としです。だからうちもね、うちは書いてないんだよね。でも一応書くかね、ストレートメニューね、パーマ落としね。縮毛矯正をさ、もうずっと書けない人っているじゃない、微妙な癖で。あの方たちってやっぱり微妙だから書けないんであって、縮毛矯正まではいらないと思ってっから、だったらパーマ落としとか、パーマ落としだと名前あれだから、ボリューム矯正とか、なんかもっとトレンディーな名前ないのかね。フラットパーマとかね。まあ、このパーマ落としってさ、舐めてかかってやるとね、癖っ気の人がさ、ちょっと強めにかかったパーマさ、取ってくれてきてさ、一液塗って、まあアイロンかけずに、2剤を塗布するじゃない。それとまあパーマは濡れてる状態だと取れるんだよね。で、乾くとパーマが、癖が出てくんだよね。で、その癖指さして、パーマ取れてねって言われると、これクレームになるともうキリがなくなるからね。必ずパーマ落としするときはね、条件つけないとね、やっぱりトラブルの元になるよね。だからこのストレートメニューね、基本パーマ落としとは書かない方がいいよね。パーマが取れる場合があるぐらいにしておかないとね、後でトラブルになるよね。癖毛の方がね、かけたパーマは取れませんぐらいに言わないと。縮毛矯正だとまっすぐになりすぎるからとのことで、値段は縮毛矯正よりまあ2000円安く設定します。1液つけて時間を置いて流して、軽くブローして2液つけます。まあ軽くブローってのは演出だよね。なくてもどうってことないと思うんだよね。アイロンがぬるいとさ、もう全然癖伸びないからね。 100度ぐらいのアイロンでやると本当に癖伸びないからね。 だったらブローなんか逆にやると気化熱で冷たいからね。まあ、あんまり効果ないと思うよ。乾ききってからブローするって言うと、やっぱりめんどくさいしね。これ、簡単に柴ちゃん先生んちみたいのね、真似してやるとね、最初はね、簡単なブローでいいけど、だんだんお客さんもね、もうちょっとよくブローしてくださいみたいにね、言われるとね、だんだんめんどくさくなってきてくるからね。やる人はほとんどいませんけど、まあ本人はそれでいいみたいです。これやる人がいないのもさ、やっぱりストレートパーマってさ、何？みたいにさ、あれがキャッチコピーが悪いんじゃないかなと思うよね。だからもうちょっと洒落たキャッチコピーがあれば、ボリューム矯正ってのもどうなんだか分かんねえけど、これさ、ゆすいでからブローしないで、ゆすいで濡れた状態でラップかけて遠赤ぶっ込んじゃったらどうよ。多分その方が科学的にはなんかいい気がする。癖がまっすぐになるのには、乾いた状態で180度2秒っていうのが必要なんだよね。で、パーマをかけるには湿熱ってのが必要なんだよね。湿った状態で熱をかける。で、湿った状態でチオグリコル酸を働かせるっていうの。だからちょっと不思議なんだよね。まっすぐにするには180度の間熱、曲げるにはさ、低温でいいんだよね。まあ、なんとなくね、36度だと数分かかるかな。だから40度あればほぼ一瞬でかかるような気がするんだよね。だから10分も置いとけば、髪の毛温まるまで置いとけば OK、 遠赤で。それですぐに2液をつける。その方が楽だし、効果が上がるんじゃねえかなと思うんだよね。はい、柴ちゃん先生ね。はい、実験ね。その人来たら次がいい。 まあ注意するとしたら、ラップをかけるってことだよね。ラップかけないでエアコンの風がふわーっと当たったりすると、もう一気に髪の毛っていうのは冷たくなるから、気化熱でね。だそんだけだね、注意事項はね。モデルさんとしてね、なんかいい人が来たらね、うちもちょっと実験してみるけどね、これちょっと気になる商品だね。で、あとキャッチコピー何にするかだよね。もうキャッチコピーで売り上げってのはもう全然変わるからね。で、誰でも覚えやすくてね、お客さんもね、なんか、ああ、サラストないのとかね、サラストぐらいがいいかね、サラッとストレート。ねえ、サラストないのみたいにね。はい、お疲れ様でした。